どうも、大吟です。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回はですね、Apple の発表会がもうすぐ間近、3月に開催するんじゃないかということについてね、お話ししたいと思います。まあ2021年ですね、昨年の Apple イベントではですね、MacBook Pro 14とか16インチなどの、まあ様々なこうね、新製品が登場したわけなんですけども、ただね、いくつかのやっぱね、こう製品はですね、まあやっぱり大きなこう刷新されずにこう残されてるような、まあ刷新されずにね、残ってる製品とかもあります。で、ありがたいことにですね、これがですね、ありがたいことに、まあどんな製品がじゃあ逆に登場するのかっていうね、これヒントにもなってくれてるというところですね。今回もなんでできる限り分かりやすく解説したいと思います。今回ね、こういった動画以外もですね、まあ今後のね、Apple 製品のことだったりとか、いろんなガジェットのレビュー動画とかね、情報できる限りね、こう分かりやすくして、お伝えしたいと思いますので、分かりやすくしてね、これからも発信していきたいと思います。ぜひね、赤いチャンネルボタンをね、ポチッと2秒で終わりますので、押していただければと思います。横のね、通知ベルも一緒にこう押していただければ確実にね、動画届きますので、お願いいたします。で、まずはですね、Apple のこの春のイベント、これがいつ開催されるのかですね、まあちょっとある程度まあ予測とか、できるのかなっていうところで、まあ、いつ開催されるのかっていうところですね、ちょっとお話ししたいかなと思います。もう結論から言うと、まあ、3月中にこれ Apple のイベント開催される可能性がねあるんじゃないかと思いますと、まあ、昨年の場合だとですね、まあ、春のイベントはこの4月にね、開催だったんですけども、まあ、これはもともとね、おそらく3月に、まあ、開催する予定だったんだけれども、まあ、やっぱりね、まあ、4月にずれ込んだというか、延期したっていうことがね、まあ、延期になったっていうね、ことなんじゃないかなと思います。やっぱりその生産の遅れとかが主な原因だと思うんですけども、で、またですね、過去のね、この春に行われたイベントですね、これについては、ほぼ全てがもうその3月にね、行われているんですよね。まあ、特に最近のまあ5、6年あたりを見てみると、そうですね、3月のまあ終わりが多いんですよね。まあ、なので3月の確率っていうのはね、全然あるんじゃないかなと思いますね。で、ちなみにこう2021年にですね、行われたイベント振り返ってみると、まあ、さっき話したように、まず4月ですね、スプリングロードかな。春の祭典がですね、iPad Pro とか、まあこの時 iMac とか2021年モデルとかですね、AirTag とか出たんですけども、で、そして6月はですね、これ新しいまあ製品とか、まあ特になくて、新しい、まあ基本的にこれ OS の発表の場ですね。まあ毎年そうなんですけども、まあ iOS とか、MacOS だとね、モントレーっていうのが新しく出たり、しましたね。9月はやっぱり iPhone が主役なイベントでして、iPhone 13 だったりとか、まあ、iPad 旧世代とかですね、Apple Watch、シリーズ7とかね、これ登場したんですけども、で、10月には MacBook Pro 新型、これまあ 5年ぶりですかね、刷新がありまして、14インチ、16インチとかね、あとまあ AirPods 3とかも来ましたね。まあ、Mac 関連が主に多いんですけども、まあ、といったようにですね、まあ、2022年もこれまで以上に本当にたくさんのね、こう新製品がこう出るんじゃないかっていうふうにね、まあ、ブルームバーグのマーク・ガーマン記者とかも言ってたんで、まあ、なのでね、ここからなんで、春のじゃあ発表会で、まあ、どういった製品が登場しそうなのかっていうところをですね、ここからちょっと話していきたいと思います。まあ、主には4つとか、まあ、5つぐらいかなっていうところなんですけども、で、まず1つ目がですね、iPhone SE。これの第3世代ですね。iPhone SE 3というところなんですけども、ここもずっとまあ登場の噂がね、まああるんですけども、まあこの春登場じゃないかなと。まあなので、今 iPhone SE をまあ本当にまあ急いで必要とか、っていう以外であれば、今買うことはね、あんまりお勧めしないかなと思います。もうすぐもう出そうな感じなんで、今の iPhone SE の第2世代はですね、2020年の4月に登場してから、まあ大体もう丸2年。立つわけなんですね。まあ、これで刷新来ると思うんですが、まあ、ただ基本的にはですね、まあ、中身の進化だけっていう形の、まあ、いわゆるマイナーアップデートっていうね、まあ、あんまり面白くないね、アップデートになるんじゃないかなと思います。まあ、一応一部ではですね、iPhone、まあ、10R とかに近いですね、全画面のデザインですね、まあ、今の iPhone の形、まあ、6.1 インチの画面になる噂とかも、まあ、あったりはしたんですけども、まあ、今年はおそらく現在と同じですね、タッチ ID、ホームボタンがある 4.7 インチのままかなと思います。なので中身がですね、現在の A13 バイオニックチップから A15 バイオニックチップですね。まあ、最新のものに性能が上がったりとか、まあ、5G の対応あたりが目玉機能なのかなというところで、まあ、逆に言えばね、それ以外多分ほとんど変わんないっていうね、ところなんですね。まあ、そういった意味でマイナーアップデートっていう感じですね。はい、面白くないかなっていう。感じです。はい。まあ、なので、もしかしたら、まあ、プレスリリースっていうね、形で、Apple のサイト見たら、こう、iPhone SE の新しいのが出てるみたいな形も、まあ、あり得るかなっていうことも言われてたりしますね。
はい。まあ、なんで気づいたら iPhone SE 出てるみたいな。で、あとはもしかしたら、まあ、iPhone 13とかに関して、まあ、その新色の追加、新しいカラーの追加とかも、まあ、あるかもしれないですね。まあ、これは何とも言えないんですけども、まあ、昨年はあの、パープルモデルっていうのがね、この後出しで出たんで、ね、まあ、iPhone 13モデル買った人からしたら、いや、最初から出すよ、みたいな。まあ感じなんですけども、続いてですね、登場が期待される製品、iPad Air 第5世代ですね。まあ新型 iPad Air というところで、というのも、昨年に登場した iPad Mini 6ですね、まあ第6世代。まあこちらに比べて価格は iPad Air の方がね、今高いのに、中身の性能、例えばチップとかって、その iPad Mini よりもちょっと弱いやつになっちゃってるんですね。中身がその劣ってる状態になってるっていう。なんかこの変な状態になっちゃってるんですけども、まあ、性能において iPad Air はですね、A14 バイオニックチップなんですけども、iPad Mini の方が、A15 バイオニックチップ、まあ、最新のものが載ってたりとか、まあ、新色のカラーとかもね、やっぱ選べたりしますし、iPad mini の方が安いのに iPad Air 4からね、どうしてもやっぱ登場からもう1年半ぐらい経っちゃうんで、まあさすがにね、刷新されてくるんじゃないかなと思います。また、EEC の方にですね、新型の iPad Air と、まあ思われる製品が、まあ最近登録されたっていうね、記事とかもあったので、はい。まあ、これも発表が結構近づいてるんじゃないかなっていうことを示してるんじゃないかなと思いますと。はい。まあ、この EEC っていうのはですね、ユーラシア経済委員会のこと、この略称なんですけども、まあ、例えばそのロシアとかですね、まあ、カザフスタンとか、まあ、そこら辺の地域、ユーラシア地域あたりで、その暗号技術を使うデバイス、まあ、例えばそのパソコンとか、まあ、タブレットとか、まあ、スマートフォンとかもそうなんですけども、まあ、そういったものを販売する前に事前にね、こういうの出しますよって報告をしないといけないんですよね。はい。まあこれはもちろんアップルとかも例外じゃないっていうところで、まあさすがにその製品の名前とかはね出てないんですけども、ただそこにiOS15 と iPadOS を搭載した製品の、まあ、モデル番号ですね。今の製品にないモデルの番号が、まあ、登録されたので、まあおそらくこれは iPhone SE の、まあ、第3世代と iPad Air じゃないかなっていう。っていう感じですね。まあ、新型 iPad Air 5 自体もちょっと前にアップデートではあるんで、まあ、ちょっと面白くない感じではありますね。はい。まあ、こちらもですね、A15 バイオニックチップ搭載だったりとか、12メガピクセルの、まあ、インカメラですね。超広角インカメラで、センターフレームとかの、まあ、対応だったりとか、まあ、5G 通信のサポートだったりとか、まあ、もしかしたらそのスピーカー性能が、まあ、4つのね、スピーカーつくっていう感じ。なので、クワッドスピーカーになるかも。まあ、それぐらいかなっていう感じですかね。まあ、待つべきかどうかとか、まあ、ちょっと詳細とかについては、前回の動画でね、結構詳しく話してるので、はい。まあ、結論としては iPad Air 4でいいと思うんですけども、まあ、詳しく知りたいなっていう方はですね、まあ、おすすめの iPad とかも、ちょっと解説してるので、こちらもご覧いただければなと思います。はい。ということで、続いて期待される製品はですね、ここから Mac 行きたいと思うんですけども、Mac mini、いいですね。まあ、この Mac mini についてはもうずっと出る言われてるわけなんですけども、はい。まあ、いつ出るんだよって感じですけども、というのも、この Mac mini のね、上位版がまだその Apple Silicon ですね、Apple 独自のチップの方にまだ置き換わってないんですよね。まあ、まだその Intel 版として置かれているっていうところで、まあ、おそらくその MacBook Pro とかと一緒に出るんじゃないかとか言われてたんですけども、結局去年出なかったと。まあ、一応ジョン・プロッサーという方がですね、まあ、以前にリークした、ジョン・プロッサーさんがリークした感じになるのかなと思いますけど、一応これ参考程度ですけど、まあ、本体がやっぱこう薄くなって、でまあ、上部がその、まあ、ガラス素材が使われてちょっとまあ高級感あるデザインだったりとか、あとまあやっぱり使えるようになる端子とかもね、ポートとかも結構増えるんじゃないかなと言われております。まあおそらくなんで MacBook Pro とかと同様に、まあ、性能としても M1 Pro チップとか M1 Max チップですね、パワフルなチップの搭載ができるようになるんじゃないかなと思います。まあその上で価格を抑えたモデルになるので、まあ15万からわかんないですけどね、16万前後ぐらいあたりで、まあ、なるんじゃないかなと、まあ、個人的には思ってるんですけども、まあというのもやっぱ MacBook Pro がね、一番安いモデルでもですね、24万円からだいたい税込みでなるんで、まあ結構なかなか高いんですよね。で、またこれ同じくね、Mac で新しく登場を期待されるのがですね、これ4つ目なんですけど、iMac の27インチですね。はい。まあ、これも先ほどですね、Mac mini と同様に、まあ、iMac のその27インチのモデル、まあ、デスクトップ PC になるんですけども、これは、以前の結局インテルチップと、まあ、そのデザインのままね、まだこれ販売されてるんですよね。ただこの iMac の24インチの方はですね、カラフルになってね、去年刷新されたんですけども、はい。まあ、なんで次は27インチっていうね、流れなんじゃないかなと思います。
まあ、Apple もね、公式でやっぱこの独自のチップですね、Apple シリコンへの移行は、まあ、大体やっぱ2年で移行するって言ってるんで、まあ、年内にはね、全部多分移行すると思うんですよね。はい。まあ、年内にはほぼ確実に来るんじゃないかなっていうところで、まあ、タイミング的にも Mac mini とまあ、登場とかっていうのが、まあ、ちょうどいいのかな、どちらも上位モデルになるので、って思いますけども、まあ、デザインについてはですね、まあ、いろいろとこう、噂があるんですが、まあ、おそらく iMac の24インチと、まあ、ほぼ同じような形になるんじゃないかなと思いますね。基本的にまあ、大きくした感じ。はい。まあ、全画面のまあ、デザインとかもね、Pro XDR ディスプレイみたいな感じになるのはちょっとね、確率としては低いのかなって思ってます。はい。ただ、性能的にはやっぱりこの上位版っていうものになるので、やっぱ熱を逃がすためのね、ファンとかだったりとか、まあ、おそらく端子とかもね、iMac ね、24インチとかよりは増えると思うんで、その分なんで厚みと、本体の厚みとかはね、どうしても必要になるんじゃないかなってことで、厚くなるんじゃないかなっていうね、思ったりもしてます。もしかしたらそのスペースグレーと、例えばシルバーモデルみたいな、MacBook Pro みたいな感じで出るのかなっていうところもね、まあなんで iMac Pro としてその登場っていうのもね、噂されてたりはしますね。はい。で、画面は27インチのままなんですけども、まあ、ミニ LED ディスプレイ搭載で、おそらく 120Hz 対応した、プロモーションディスプレイですね。MacBook Pro とか、iPhone 13 Pro とか、iPad Pro とかと同じような、まあ、同様の仕様になるんじゃないかなと思います。滑らかな画面ですね。で、性能に関しては同様に、やっぱり M1 Pro チップだったりとか、M1 Max の搭載。まあ、この辺は確実だと思うんですけども、はい。まあ、最近出てきた話では、なんかさらにその上のなんか性能がさらに高いチップの登場もあるんじゃないかみたいなね、噂あるんですけども、まあ、これはちょっとどうなのかなっていうね、まあ、わかんないですけどね、ここに関しては。はい。M1 Max チップを例えばですね、この2つなんかもう搭載する、した M1 Max Duo みたいな。ものとか、まあ、なんかもしかしたら別の名前の M1 なんかマックサーとかさ、なんかいろいろこの面白い名前が出てきてるんですけども、はい。まあ、CPU がどうやらなんか今の10コアから12コアになるみたいな、まあ、パワフルなものが来るかもしれないっていうね、ところはあります。はい。まあ、そんなに性能いらないんですけどね。M1 Max でも正直結構もう十分なんで。で、最後にもしかしたらこれワンモアスイングで、もう一つM2 MacBook Air もね、サプライズであるかもしれないっていうところなんですけども、まあ、M1 MacBook Air のね、今のモデルの MacBook Air のデザインがこう刷新されたモデルになるんですけども、個人的に一番ね、今年楽しみな製品の一つではね、あるんですけども、はい。M1 MacBook Air はですね、やっぱり僕もレビュー動画いっぱい上げてるんですけども、性能とかね、まあ、バッテリー持ちが良かったりとか、まあ、その、なんかね、本当に価格と性能がですね、いい意味で本当釣り合ってないというか、ね、実際にやっぱその Mac の市場シェアですね、実際にその Mac を持ってる人がですね、もう本当に増えるぐらい、もちろん、まあ、売れたというかね、売り上げも上がってるんですけども、まあ、詳しくはちょっとレビュー動画をね、参考にしてもらえればと思いますけど、ただ、やっぱ個人的にはですね、M2 MacBook Air は、まあ、残念ながら春には出ないんじゃないかなと思ってます。まあ、詳しくは以前の動画でちょっとお話ししてますけども、まずやっぱ他に、まず理由としてはですね、他にさっきみたいにいろんな製品がこういっぱい出てくるんで、その中で M2 MacBook Air 出しちゃうとちょっとやっぱ薄れちゃうんじゃないかなって印象がですね、だったりとか、あとやっぱ発売しても今のまあ状態でですね、まあ、ちゃんとその安定した供給ができるのか、在庫が確保できるのかっていうね、問題も、まあ、あるんじゃないかなっていうところですね。まあ、というのもやっぱ今世界的にやっぱね、部品とかですね、パソコンとかタブレット関連、にまあやっぱ使ったりする、その半導体、まあ、やっぱ基本的にその原料の部分がかなり不足しがち、ではあるので、まあ、供給と需要が追いついてないって感じですね。みんなやっぱり家で、ね、タブレット使ったりとかするじゃないですか。で、またコロナとかで工場がね、ちゃんとやっぱ動いてなかったりとかっていうところで、確率としては結構低いかなと思います。まあ、M2 MacBook Air のデザインとか、まあ、機能とかですね、まあ、細かい部分に関しては、別の動画で、これしっかりと解説してますので、ね、ぜひ、ご覧いただければなと思います。今回の動画以外もですね、さっきのガジェットのレビューとか、Apple 製品の、今後について、どんどんね、いろいろお話ししてますので、これもできる限り分かりやすくね、動画にしていきますので、ぜひね、今のうちにチャンネル登録、グッドボタン、チャンネル登録と、このベルマークね、ポチッと押してもらえればと思います。まあ、ありがたいことに今、現在1万人以上の方にね、登録いただいております。ということで、今回も動画を見てくれてありがとう。
もしこの動画少しでもためになったなと思ったら、ぜひ、高評価だったり感想をね、こういった製品欲しいなとか、こういった製品はいや出ないんじゃないか、出るんじゃないかとかね、こういった機能どうですかみたいな、まあ、何でもね、感想を気軽にコメントをいただければと思います。はい、全部見させていただいてますので、はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。良い一日をお過ごしください。バイバイ。ということで、ちょっとね、頑張って更新頻度上げていきたいと思うんですけども、今回は本当ね、春のイベントは、いや、3月来るんじゃないかなと。はい。まあ3月ね、これ毎回恒例のライブ配信とかもね、どんどんこうパワーアップしてやっていってますんで、まあ楽しみですね。まあ M2 MacBook Air はね、まあちょっと出ないとは思うんですけども、まあちょっとマイナーアップデートが多い印象ですけどもね。まあ iMac Pro とか出てくれたらね、まあ新しいチップとかそこら辺も、Mac あたりはね、期待したいかなと。はい、まあ今年もね、いっぱい出てくると思いますんで、これからね、登録して待っててください。全部買えるかな